渋谷なのに寂れてるな。禁足地ってな、良くない言い伝えとかがあって安易に開発できない場所もあるんだよ。おばあちゃんが大事にしてた傘が妖怪になっちゃったの。そいつはカラカサ小僧だな。古い傘なんかの道具は妖怪になることがある。この空き地に雨が降るといるんだけど、見つかると逃げちゃうの。妖怪になったらもう傘には戻らないのかな。そんなことないよ、ちょっと待ってて。おばあちゃんの大事な傘、妖怪になっちゃった。この空き地に雨が降ると出てくる。いた、カラカサ小僧だ。チャンスが来るまであまり近づくなよ。気づかれたら逃げられる。今だ、シャマンに近づけ。元の傘に戻ったな。あの子に返してやろう。食べ、慌てずに食べな。よし、食べ、慌てずに食べな。